須田隆雄は、日本の競馬評論家。本名は、下坂翔平。東京都出身。麻布高校、東京大学経済学部卒業。ペンネームの、須田隆雄は、競争馬の須田ホークと、東大馬術部の練習場がある、東京都三鷹市に由来する。血液型 A 型。主に競馬ライターとして、各種連載や、著作執筆のほか、 テレビ、ラジオにも出演。競馬関係の番組や格闘技番組の放送作家を務めるなど幅広い分野で活動している。大学在学中の1990年に別冊宝島競馬ダント突特本でライターとしてデビュー。1994年には JR 東日本に就職する。就職活動の際、面接した人間が 吉沢総一の実刑だったというエピソードがある。JR 東日本では、JRA、中山競馬場もより駅の西船橋駅に勤務。当時のサラリーマン生活を、本人は著作の中で、副業と表現している。また、競馬の神様、大川慶次郎がその、副業ぶりを見に行ったことがあるという。1996年に、JR 東日本を退社。 決闘評論家の田畑イタルが社長を務める有限会社ドラゴンプレスに所属する。須田も学生、サラリーマン時代はメディアに顔や本名を露出することはなかったが、退社後はライターだけではなく、イベントやテレビへの出演などを積極的にこなすようになる。プロレス劇本の編集チーフを務めたこともあり、1999年には、 新宿ロフトプラスワンで編集長の黒、須田守とともに、ライバルし上のプロレスの山口日章、吉田剛との対決トークライブを行ったこともある。2000年には、個人事務所として、有限会社、須田隆雄商店を設立し、取締役社長に就任する。大学時代は、馬術部に所属しており、騎上技術に関する評論もある程度行える。以前は、 競馬だけでなく、競輪についても、頻繁に記事を書いていたほか、協定、オートレースもたしなむため、公営競技全般について、詳しい。協定に関しては、大村協定上の、マイルクラブ大村24に入会しており、2009年現在、ゴールド会員。また、マカオやラスベガスのカジノにも、頻繁に出かけており、ギャンブル全般に詳しい。 ディープインパクトの薬物問題ではフリーの立場でありながらも日本中央競馬会の対応を批判し話題になった。経営に苦しむバムエイ競馬の支援にあたっては、ふるさとの税制度を通じた寄付を競馬関係者らに呼びかけ成果を上げた。須田の馬券に対するスタンスは回収率重視であり、一番人気になるような馬はあまり本命に指名しない。その姿勢は、 ディープインパクトに対してもほとんど本命の印を打たないほど徹底しており、そのせいか、アンチディープインパクトと誤解されることも多いが、須田は、この点について、馬券の回収率が期待できないため本命を打たない、だけで、馬としてのディープは決して嫌いではないとの姿勢を、たびたび表明している。ブログでは、日本の競馬に対し、悲観的な将来を覚悟する記述も散見される。 ただし、競馬人気復活に対する思案も改陳している。ありがとうございます。